国連がだいぶインチキ臭いところであるということは最近少しは分かってきたということなんですけれどもそれでもいまだに大変いいイメージで見られている方が多い国連に加わる条件あるいは連合国に加わる条件は何であったか日本とドイツに対して宣戦布告をすることですですですから言い方を変えれば国連に占領されたんですよ戦後国連に占領されたアメリカだけに占領されたわけじゃない連合国によって占領された 国際政治学者の藤井元気ですこのチャンネルでは私が有料でやっておりますワールドフォーキャストを一部無料でお届けしております最新号も無料でアップしていますのでぜひチャンネル登録をお願いいたしますで、一番初めは国連というお話なんですが国連がだいぶインチキ臭いところであるということは最近少しは分かってきたということなんですけれども それでもいまだに大変いいイメージで見られてる方が多いあるいは国連というのはその国際平和のために努力しているけれども力がなくてそしてその本来の役割を果たせないんじゃないかというふうに機能は不全だけれども国連に関して同情的なお考え方をしている方が結構日本の良心的なあ今日集まったような皆様方には多いんじゃないかと私は思います。私は全く違う 国連像というものを皆さんにご紹介したいと思うでこれは私は20年ぐらい前からなんですけどもちょっとでも英語ができる人は誰でも気がつくことなんですねえー、国連と言われているものは英語の名前はザ・ユナイテッド・ネーションズであるとザ・ユナイテッド・ネーションズというのは第二次大戦を我々と敵対する側で戦った国の同盟国の名前です連合国というふうに言われていたわけですねザ・ユナイテッド・ネーションズ このザ・ユナイテッド・ネーションズが終戦の近くから新しい国際機関を作るということで、そして作った国際機関がザ・ユナイテッド・ネーションズという名前であります。そしてこれを国連と国際連合というふうに日本の外務省は大変な名約をやったわけなんですね。で、これがしかし国連はイコール連合国だった。 第二次大戦の戦勝国連合なんだということが分かるだけでも我々の頭はだいぶ良くなります。現実の認識に近づくと私は思います。例えばどうでしょうか。日本がパールハーバー以来3年8ヶ月の戦いをやった敵はこれはザ・ユナイテッド・ネーションズです。国連なんです。日本は国連と戦ってきたんですよ。ザ・ユナイテッド・ネーションズを 連合国だけどそれが国連という名前にそのまま移り変わったわけですから国連という名前を使うならば日本は3年8か月国連と戦った国連の軍隊が広島と長崎に原爆を落としたんです国連の軍隊が昭和20年3月10日東京の下町を焼け野原にして一挙に10万人を殺戮しましたこれ国連の空軍がやったことです 実際には国連の主力であったアメリカの空軍がやったことですがこれが翻訳の仕方によっては国連がやったといっても間違いではない1945年昭和20年日本がポツダム宣言を受諾する終戦に至る2か月前に51か国をもって誕生した組織が The United Nations と呼ばれております連合国です この連合国に入る、いや、国連に入ると言い換えましょうか。国連に入る要件は何だったか。国連に入る条件。条件がありました。国連憲章には平和を愛好する国じゃなきゃいけないと書いてあります。しかし、平和を愛好するため、国であることを証明するために、はじめ26カ国から始まった国が51カ国にまでなったんです。 約倍増したんですね。そして昭和20年6月に誕生した。この国連に加わる条件、あるいは連合国に加わる条件は何であったか。日本とドイツに対して宣戦線布告をすることです。ですから戦争してないラテンアメリカの国なんかも、みんなど日本とドイツに宣戦線布告をして国連に入れてもらった。国連は初めから戦争するための組織なんです。 当時まだイタリアはもう降参しておりましたが、数十国の日独遺三国同盟の中で、ドイツと日本は1945年3月はまだ戦っておりましたから、このドイツと日本に宣戦布告をすること、そういうふうにやって、我々の仲間、英米の仲間になるということを宣言した、まあ英米ソ連ですね、仲間になることを宣言した、その国だけ我々の仲間に入れてあげる。それが連合国のメンバー、イコール戦後の国際連合のメンバーだと。 いうことでありますから、その出事からして、生まれた時の DNA からして、国連というのは戦争のための組織だったんです。連合国は国数十国に対して戦う、国際的な同盟国の戦争を戦うための国際機関だったわけです。これが国連という国の誕生の、ちょっと歴史を調べてみれば誰でもわかる事実です。ですから、まだに国連には敵国条項というものが あるとでこれは国連を始めた51カ国に関しては日本とドイツが悪いことやってるんだと思ったら国連の承認なしに攻撃してもよろしいと書いてあってその国連憲章というものは実は連合国憲章ですが未だに残っておるわけですですすから皆さんが、まあ、ここにいらっしゃる方はその程度のことは知っているよという方もいらっしゃるのかもしれませんが多くの日本人にとっては国際連合というのは大変美しい。 平和のための組織であるというのは、これは全部嘘っぱちだということですね。日本とドイツと戦うために作った英米ソ連、これを中心とする国際機関であったわけですから、国際機関にしろ、会社にしろ、何にしろですね、生まれた時のその DNA ということで基本的な方向性というものは定まっているわけです。その意味で日本人の いわゆる国連に対するですね幻想というものは外国人から見たら本当にお笑い草ということになると思いますところで日本は漢字を使っておりますが中華人民共和国もお隣のチャイナも漢字を使っておりますがチャイナでは、えー、国連などというインチキの名前を使わないでそのまま連合国という漢字を使っておりますねこれは元々の 第二次大戦を戦い抜いた連合国という名称をそのまま国際機関の名前として使っているわけです。ですからこの方がよっぽど正直だと私は思います。またその実態がわかる。もしこれは私の記憶が正しければ昭和20年日本が戦争を負けましたが11月ぐらいまでは日本の外務省もそれから ということは当時の主要な新聞も全部連合国を連合国と呼んでおりました連合国憲章と今国連憲章と呼ばれているものですねと呼んでおったわけですもうその以降もですね連合国という名前を使っていたならば今日あるような国連に対するですね甘いそしてあやふやな幻想というものは日本人は抱かなかったのではないかと私は思います やはり外務省の中には非常に悪い知恵者がいましてね、えー、大変な迷惑をやるわけですね。えー、国際連合国をいつの間にか国連というふうに国際連合というふうに名前を変えてしまった。そして実態が見えなくなった。日本は、ですから言い方を変えれば国連に占領されたんですよ、戦後。国連に占領された。アメリカだけに占領されたわけじゃない。連合国によって占領された。 下手をすれば分割統治されるところだったわけです。連合国によってね。北海道あたり、ソ連に取られてしまっていたかもわからない、えー。そういう状況。中華民国は九州が、イギリスは本州、イギリスは四国を取る。アメリカが本州を統治する。そういう分割案もあったくらいです。連合国に負けて、連合国に占領された。その連合国がそのまま国際組織を作ったわけであります。 そして第一次大戦後にでき,できたですね、えー、国際連盟、えー、英語で言うと The League of Nations の名前をにごまかすように国際連盟という実に迷うの方の名役をですね日本の外務省はやってくれたわけですね。League of Nations 国際連盟と訳したのはこれは素直な翻訳だと思います。ところがこ 国連、国際連合。例えばこれがインターナショナルユニオンとかいう名前ならですね、国際連合でよろしいでしょう。しかしこれはあくまでユナイテッドネーションズなんですよね。えー、日独自三国同盟と戦った世界の国の同盟、同盟の名前であります。ですからどうか皆さんは日本に原爆を落としたのは国連の空軍が日本に原爆を2発落としたんだ。 翻訳の仕方によってはそうなりますそして東京大空襲も一晩で10万人知りましたがこれも国連がやったことだというような冷徹な認識を抱いていただきたいというふうに思いますご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録をお願いいたしますコメントも大変励みになりますのでよろしくお願いしますそれからもっと もっと情報が欲しい人、もっと見たいっていう人は、あの、有料の方のワールドフォーキャストをご覧ください。詳しくは概要欄に記載してございます。